はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。これは中西の朝食ですね。今朝トーストで缶詰で自分で作ったスープで朝食、パン今焼いてますね。缶詰はこのイカのアヒージョっていうのとツナのパテ、もう完全にねこれお酒のあてなんですがね、まあ、パンと一緒に食べます。イカのアヒージョも今チンしてね、すごいパン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 跳ねましたが、うわすごいイカの匂いがしますね。イカのアヒージョこれです。こんな感じです。買ってずっと3、4年ほったらかしてね、でもまだ賞味期限来年っていうね。ニンニクの風味があんまり、あもういいかな、もうちょい。でツナのパテ、ツナのパテはねちょっと残します。こんなに食べられないと思うんで、こんな感じですね。あもうパンいいな、ちょっと待って立てますよ。すごい柔らかいで味が薄い、ちょっとお塩を足しますね。味が薄いよ。でガーリックあんまり効いてない。スープをね、人参と玉ねぎと焼き豚的なスープ、これです。いただきます。スープね、いただきます。うん、美味しい。まあ、コンソメ使ってますね。パンをね、食べやすく半分に切りますね。端っこ、スープ美味しい。よし、ツナのパテちょっと塗ってみましょうか。これはうまい。スパイス効いてね。胡椒となんだ、あ、セロリとか入ってます。あ、セロリの香りしますね。胡椒でちょっとねピリッとしますね。これカツオみたいですね、マグロじゃなくて。ちょっとイカ、ちょっとポン酢かけてみましょうかね。なんか変ですけどね。スープは美味しいです。人参と玉ねぎの甘みが出てね、うん、非常に美味しいです。ポン酢かけましたよ。うん、アヒージョってパン、バゲットつけたりしますか。バゲットつけたりしますか。つけてみましょうか。ニンニクの風味がね、あんましないですよね。胡椒かけましょう。どんどんなんか足してますけどね。このパテ美味しいですね。うん、うまい。スペイン特産品って書いてありますよ。スペインの缶詰ですね。外国の缶詰って賞味期限長いですよね。日本のは2年かせいぜい3年ですが、5年ぐらいありますよね。無添加。パテこういう感じになってますね。ちょ、イカがね、イカ使った、こんなでかかった、こんなでかいんだ、イカ、スペインのイカ。パテ美味しい。ロイヤルブレッドの8枚切りです、これね。あ、これはイエバルっていうシリーズね。イエバル、原産国はタイですね。これうまい。最後の一口ですね。あ、一口じゃない、これ一口無理だな、二口ですね。ごちそうさまです。
お酒にもよく合うでしょうね。赤ワインでしょうね、これはね。あ、白でもいいか。これいいわ。まあ写真、パテにバゲットを添えられておりますが、僕は食パンでした。8枚切りでね、カリカリに焼いたんでね。英国紳士のようにね。食パンはね、薄くてカリカリがいいですね。ふわふわより。パンは硬い方が好きです。はい。食べ応えがある方がいいですね。よく噛まないといけないような。なんかあんまり食べた気にならないでしょ、ふわふわだと。パテ美味しかったな。アヒージョ、アヒージョ。これあれかな？こっちはちょっとね、ベース作っときますんで、あとはお客さんでお好きにお味をお付けくださいっていう感じですかね、これね。材料揃えました。ちょこっと味はつけておりますが、あとはお客さんでお好きに、そのおうちおうちのお好みのお味をお付けくださいませっていうね。なんかいろいろ全然、缶詰の中身と全然違いますしね。だ香草っぽいのもなかったしね。ニンニクも入ってなかった。イカはすごくね、ゴロッゴロしててね、食べ応えありましたよ。まあ、いい朝食でした。はい。うん。ツナのパテよかったな。うん。イエバル。まあ、ちゅうことで、まじゃまじゃじゃ、まあ。